皆さんこんにちは、アズです。今回はラプンツェル風お菓子入れを作っていきます。まず使うのは牛乳やジュースのパックと定規、ペン、ハサミです。パックの下から10センチの部分に線を引き、一周引いていきます。線が一周引けたら、線の上をハサミで切っていきます。パックが切り終えたら、次はダイソーで買った折り紙を使います。折り紙2枚も10センチでカット、テープのりで接着、2面に穴を開けて、1メートルに6本切り、穴に通して縛る、2本ずつに分け三つ編みして1周貼る、毛糸を穴に通して縛り、余分な毛糸を切る、ライターで炙り端処理したリボンを貼って、次にライターで端処理をしたフリルテープを貼っていきます。今回使ったリボンとフリルテープはセリアのものを使いました。フリルテープを一周貼っていきます。最後まで来たらハサミで切り、フリルテープの端をライターで炙り端処理をしてから接着します。同じようにもう一段貼りました。ダイソーで買った造花を一周貼って、ビーズを貼ったら完成。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。